父ちゃんの後ろに下がれ、早く。何あれ。邪魔な下等生物が多すぎるな。先に掃除をしますか。そうだ。消してやろう。何がどうなってるんだ。ここは危ない。お前は早くみんなのところへ。やめろ。火炎弾ホムラ吸収された。服が汚れたではないか。くそ。見たこともないチャクラの使い方ですね。落ち着き。これはすごい。我らの技術にない力。やはりあなたでした。得意でも奇襲されるのはそうではないようだな。逃がさ。共に子連れか。ギリギリだったな。好き放題やりやがって。あ、吸い取られた。我は吸収した術を増幅して打ち返せるのだ。無駄なことを。なんだよこれ。父ちゃんにこんな力が。俺のチャクラも使え。お前がやられてしまえばここは終わりだ。これで終わりだ。お前は死ぬなよ。わかった。父ちゃん。だけで行くぞ。はっ。みんなを守るために。七代目様なら。もう十分です。お逃げください。あちゃー。姿勢がバレ、皆に軽蔑されて、額当ても取り上げられ、今や忍びですら。知りたいのはナルトの弱点だけじゃなくなったようだ。なら直接本人に聞くんだな。少なくとも死んじゃいないってこと。火影を助けに行こうってんならよ。俺らにも一肌脱がせろよ。まさか連れて行く気なのか。おいおい、冗談だろ。あいつは他でもない、あいつの息子で俺の弟子だ。連れて行く意味が。意味。俺がいいと言っている。これってサスケさん。かつて俺が打ち捨てたものだが、お前の父親が。なるほど、サスケさんのお墨付きとあれば連れて行くしかないようです。さあ行くぞ。しかない俺。今のお前にはやらなきゃいけないことがあんだろうが、話は後でゆっくり聞いてやっ。ボルト、お兄。母ちゃん。行ってくるってばさ。お父さんのことお願いね、ボルト。あ、サラダ、近ない。みんなを頼むぜ。待ってるよ、父ちゃん。どうだ、
我が作った苗床でその餌になる気。お前もほどなく真珠となってもらうのだが、時間のかかる。手軽にはいかねえんだってばよ。忍者ってのはな、やすやすと奪われてたまるかよ。チャクラの実になってしまえばただの餌。いろいろな術を吸収させても、お前たちがそれらを完成させると、この炭があればいともよ。地以上の力を得ることができるのだ。そう追い詰めちまった。だから科学人具に頼って、まともに見ようともしなかった。これじゃよ、クソ親父って呼ばれても、しょうがねえよな。